んこんばんは、ごはんです。機動戦士ガンダムサイドストーリーズミッシングリンク、今回はですね第9話からプレイしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。前にフィクサーが解析を依頼してきたデータは思いっきりガセネタだった。私を試そうとしたんじゃないでしょうね。手具合に問い詰めるとフィクサーはとっておきのネタを出してきた。それが前回のピクニックで手に入れたデータ。あのおっさんってば妙に顔が広いし鼻が利くのよね。オデッサ作戦によって地球上での敗北が決定的になったジオンはかき集めた資源と一緒に宇宙へ逃げていったんだけど、持ち出せなかった軍資金やら物資やらがあちこちに秘匿されている。前回のデータに記録されているのはそんな秘匿場所のリスト。それも送信前の、つまり金塊をはじめとするお宝が世界中で私たちを待ってるってわけ。すぐにでも飛んでいきたいところだけど世の中そううまくはいかない。金塊ゲットの前にグレイブが面倒な任務を押し付けてきちゃった。じれったいけどお楽しみはしばらくお預けね。はい、注目。オデッサを奪われ追い詰められたジオンは大勝負に出るみたいよ。地上に取り残されたジオン部隊は集結しジャブローを狙っている模様。そう、連邦軍の本拠地よ。この先とんでもない激戦になるでしょうね。私たちも遊んでる場合じゃないってんで、退屈極まりないジャブロー周辺の警戒任務が命じられたわ。例の物は気になるけど、隙を見て自由に動くためにもまずは従順に任務を回しましょう。ミッション内容の確認よろしく。いい？オッケー。ガンキャノンですね。ついに陸ジムクビになったんだね。退屈だ。ちょっと緊張感なさすぎじゃないですか。警戒任務とか俺たちには一番向いてないんだよ。私もこんな任務放り出してさっさとお宝を探しに行きたいわ。ダイバーさんまで。お宝は逃げねえよ。金塊よりも戦いだ。早く進行が始まればいいのに。物騒なこと言うなよ。お、来たか。作戦本部から通達。ジオンモビルスーツを発見。僕らが一番近い。仕方ねえ、移動だ。はいはい。面白くなってきた。星空の下のガンダムもいいね。あ、なにこれ、なにこれ、え、ちょっと待って。なにこれ、めっちゃ地面に埋まってねんけど。こういうもん、こういうとこ、これちょっと待って。ガンキャノンがいい、これね。はい、どういうこと。あ、もうこういうジャングルの中なのか、これ。森の中での戦闘ね。あふれ、あいえ。あ、ちょっとこれ一気に来られるとね。一気に来られると辛いですね。ああ。赤くんどこ飛ばしてんねん、どこ飛ばしてんねん。ああ、ちょっと待ってこれ。ちょっと待って待って、ダメだダメだ。ちょっと待って、ピクシーにしよう。ピクシーどこ？あれ？あ、ダメだ。ピクシーやられちゃってんじゃん。よいしょ。ちょっとやばい。2対何よ、これ。こんなん数の暴力ですよ。うわー、いっぱいいる。見たことないモビルスーツもいっぱいいる。ちょっと、押されてるやん。こっちに誘って。こいつなんて言うんだっけ。ゴック、ズゴック。爪が3本あるのでしょ。これあれじゃない？これが赤い？茶色いのが赤いでしょ。これが赤い？かわいいよね。水陸両用なんだったっけ、どっちかが。いや、まあ、こいつら一筋縄じゃいかねえな。いかないよ。一時の方角に所属不明機1。何？何、マントついてんだけど。何これ。かっこいい。なんかかっこいいんだけど。あー、これ、これさ、あれでしょ、女の子乗ってるやつだ。なんだあのモビルスーツは。かっこいい。
一本綱のジムだよ。こいつ、リッパー、回避。こいつはやばい。空軍じゃないのか。こいつは敵だ。何？高い火の粉はなんとやらってね。ジオンと青いモビルスーツの両方が相手かよ。どういうこと？敵なの？敵なの？ああ、ちょっと待って。ちょいちょい敵が強くなってきてんのやんやちょいちょい敵が強くなってきてるよ。なに、お前たち逃げていくのか。なるほど、ターゲットはここか。はい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 、めっちゃ飛ぶやん。落ちろ。遠くからチクチクでいいから早いよ。やめだ、弾切れ、弾切れです。ちょっと手伝ってくれない？その青いモビルスーツ手伝ってくれない？どうなったか知らんけど、ここらが必要な気がある。マルコス、シュナイド撤退だ。くそ、ヤツが逃げる。意識をそらすな。今はこいつに集中する。あ、危ない。早いんだよこれ。待って、これちょっとイベントシーン始まるまで逃げ回っていいかな。これパートエリアリミットか。ちょっと飛んで逃げよう。こっち来い。いっと、あ、二刀流この子も。やばい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 、飛んで。おい、あ、よいしょ、飛んで。全然 HP 減らないじゃないですか。あっ、 HP 全然減らないで、こんどいてこっち来ないで。おお、あ、逃げてたね、逃げてたね。やつはどこだ。ジオン部隊も戦域を離脱、周囲に敵兵認められず。何だろう、何だったんだ。電報聞いたことがあるわ。赤い目の青いジムが暴走して、敵も味方もなりふり構わず攻撃したって事件。そいつの同類ってわけか。暴走だって違う。あいつには明確な意思、殺意があった。俺たちを消しに来たのか。そんな、ついに味方なのに。俺たちが散々してきたことだろう。だが黙ってやられてやる義理はない。だが俺の胸には大きな穴が開いている。決して満たされることのない穴だ。モビルスーツに乗って戦っている間だけはこの穴のことを忘れられる。だから俺は兵士になった。俺がレイスの一員となったのは上官を殺したからだ。上官は俺を憎み、俺に殺意を持っていた。あのままではいずれ俺が殺されていただろう。だから殺した。殺される前に殺すのは当然だ。俺は他の連中と違ってレイスの一員であることを気に入っている。ギリギリの戦いを続けられるからだ。マルコシアスの紫野郎、そして赤い目のジム、いずれ決着をつけてやる。あいつらを倒すのは俺だ。あのね、リッパーかな、好戦的だよね。はい、注目。今回の作戦よ、ちゃっちゃと確認してちょうだい。例の青いジムの件は作戦本部にもグレーブにも報告しておいたけど、どっちからも音沙汰なし。私らごときが知る価値なしってことかしら。次の任務はジャブロ防衛なんだけど、ビッグトレイの護衛を優先しろってさ。なるほど。まあつまりは対空迎撃のために出撃するビッグトレイの一つを守りつつ、担当区画の敵部隊をお掃除しろってことね。最近ちょっときな臭くなってきたけど、どこぞのお偉いさんが乗ってるビッグトレイごと暗殺ってのはないでしょってことで、よろしくね。ほい。ヤーです、ジオンの降下作戦が始まりました。ジャブローの防空網の中を降下とは。おおめっちゃ降りてくるやん。それが戦争だ。ビッグトレイから入電。降下した敵部隊が接近中。ビッグトレイに張り付いて護衛しろってさ。はい、ヘイフット。各自の判断で撃て。この前のこともある。
味方に撃たれないよう注意しろ。はい。うわ、めっちゃ空からでっかいの来るやん。あれあれあれ、今ジムキャノンが見えたよ。はい、気のせい、ジムキャノンが見えたんだけど。わはは、ここ水だ。イエーイ。あれ、あー、こぼれる。あー、嘘、こぼれる。こんな、なるほどね。こっち行くとあの水陸両用型みたいなのが来るのか。いるもんね、あそこにいるもんね。あ、なんだ、あ、ほらいた。あ、ジムキャノンじゃない、ジム。こんなところに潜んでやがったか、ビッグドレーガー。早く戻って。あ、嘘、間に合わない。あ、あ、なに、ガンダム。あ、これがホワイトベースのエースパイロット、アムロ。なんて戦い方だ。すごいぞ、化け物だ。あれを子供がやったの、アムロだ。世も末だぜ、まったく。やば、また造園よ。アムロが来てくれたなら大丈夫だよ。でもね、水の中とかでね、戦いたくなって、これさ、どうなってんの、その水の中、水中で戦うの。あー、やばい、狙われた。必殺アタック使ってない今日。あー、やめてちょうだい、やめてちょうだい、必殺アタック。あれや、あ、ダメだ、ダメだ、ダメだ、ちょっと待って、多すぎる、多すぎるよ。よいしょ、水辺にいっぱいんだこれ。丁寧に一気ずつ落としていきましょう。なんだあそこ、アッカイ、アッカイだっけ、水の中得意なやつ。あれ、これ確かあれだよね、カレンの、カレンのさ、陸眼の頭飛ばしたのこういうやつだったよね。あれ、これ手長いじゃん、これいっぱいいるんだ。いっぱいいるんだ。ジオンのモビルスーツも。周囲に敵へ認められず、豪華部隊はあらかた片付いたようだな。ビッグトレイも健在よ、お疲れ。うひょ、すげえ音。リアム艦隊が発射する。そうやって発射するんだ。なるほどね、地球から出発するときは、なるほど、無重力になるまではあのこのロケットブースターみたいなので行くんだね。さあな、誰もわかんないよ。はい、ということで今回は10話までプレイしていきました。まあね、気になるのがね、9話がね、目覚め師第4の騎士なんだよ。第4の騎士って言うってことは、もしかしたら仲間なのかなみたいなとこあるんですが、確かね、あの機体、眼速であれだよね。殺しちゃえばいいんだよね。うん、わかったよ。ペールライダーってやつだよね、あれ。なんだろう、全然背景のストーリー知らなかったんだけど、なんかの実験に使われた機体なのかな。まあね、続きも楽しみにしていきたいと思います。ということで、最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。チャンネル登録をお願いいたします。よかったら他の動画も見ていってくださいね。